二段落に入ります。セアボザスモールショッピングアーケードゼアイズゼアラーコーブ何々があるということです。時制の一致でボスにしてありますが、普通にあると訳せればいいです。ゼアボスはスモール小さなショッピングアーケード、アーケード、これでね、もう商店街って意味だけど、まあ全体で、小さな商店街があった。で、ニアハースクール、ニアから括弧場所を表してるんでね、ニア、彼女の学校の近くには小さな、商店街がありました。あ、終わんなかった、コンマで、アーストリートで、このね、スモールショッピングアーケードを分かりやすく説明してる。アー、アーストリート、通りのことね。で、どういう通りかというと、with 前置詞で何々を持った。with、several、いくつかの、まあそのままなんだけどね、こっちの意味でね。まあこっちの説明だと思ってください、このアーケードのね。スモールショップス。いくつかの小さな、店がある通りですってこと。で、as she walked to、もうこれさっきやったからわかるね。さっきがね、フェンのか、フェンとかホワイトの代わりだったから、まあ大体続きます。ホワイトの代わり。何々してるときに、as she walked to、 彼女が歩いているとこ、she walked to。で、along が何々沿って、along the arcade、 そのアーケード、商店街に沿って歩いているとき、歩いているとき、エルダリーは年配の。昔はね、老人のことをさ、オールドマンとか言ってたけど、それ失礼ってことで、年配の女性とか年配の男性、エルダリーって言葉を使うのが今普通です。エルダリーウーマン、ある年配の女性が、で、ある年配の女性、後ろから就職をされてる。フロマケークショップ。ケーキ店からの、だからケーキ店から出てきた年配の女性。だからケーキ店から顔を出した。多分このケーキ店の、運営してる女性でしょうね。女性がウェーブと。で、ウェーブだけで手を振るって意味になります。これも辞書で確認しておいてください。ウェーブドトゥーハー、彼女に手を振った。いいかな。で、マリ主人公だよ、この話の。マリ&ハーフレンズ。マリとその友達たちは、ラブド。すごい好きだったってこと、ラブドってことね。ラブド、ザットショップ。そのケーキ店が、ケーキ屋さんがすごい好きだった。まあきっと本当好きだったんだろうね。なんか高校の帰りで、夕方お腹減ってる時にケーキとか美味しそうだもんね。And usually、普通大抵。で、ドロップトイン。うん、普通、立ち寄った。そこの店に立ち寄った。でさ、このさ、ひょいと立ち寄る。で、ひょいと立ち寄る。ひょいとってどういう意味だよとか思っちゃうよね。で、ドロップ調べてね、これね、また特殊でドロップ調べるでしょ。で、ドロップインを見ると、まずね、ここに字の、括弧1の字の丸語って書いてあるね。ここね、わかるかな。そういう場合ね、こっちのね、字動詞のところを見て、で、この黒の5番を探すと、あるんだ、ここに。何のとこにひょいと立ち寄る。だからなんかね、ひょいと立ち寄るって訳すことはないけど、こういうのね、書いてある、やっぱね、なんでひょいと立ち寄るって書いてあるかって言ったら、それが大事だから書いてあるんだよ。実際訳すときに、ひょいと立ち寄るってなんて訳さないけど、そういうニュアンスね。だから、立ち寄ろうと思って立ち寄るんじゃなくて、まあ、気軽に立ち寄る。学校帰り、まあ、今日も寄ってくるなんて感じ、そういう感じで立ち寄るので、このドロップとインっていう表現が使われています。で、いつも立ち寄ってた。で、アットリースト。アットリーストも大事だよ。知らなかったら書いておくようにね。少なくても、ワンス。一回。で、このアは、何々好き。一週間に、アーウィーク。一週間、アーウィーク。一週間に、ワンス。一回は。少なくても一週間は一回はそこに立ち寄っていました。ってこと。で、アズ、またアズが出てきた。これも、何々した時で大丈夫でしょう。アズマリ
マリがウェーブドバック、ウェーブ手を振るでしたね。でバックがついてるのはこれはニュアンスを加えてるだけで手を振り返したってこと、マリはが彼女に手を振り返したとき、この彼女はケーキ屋さんの年配の女性ですよ。たとき、シーハット、彼女は持った。あ、ブライトアイディア。ブライトは明るいとか輝かしいとかって意味。で、それにアイディアがついてます。だから、まあ、辞書確認しなくても、良い考え、明るい考えだからね、良い考えが浮かんだ。まあ、このブライト。でアイデアを強めてる、そんな感じですね。普通にグッドよりもピカーンときたような感じが分かりますよね。その時彼女に、良い考え、本当に良い考えが浮かんだ。どういう考えでしょうね。卒業制作の話だと思いますよ。で、there は何々がある。 there は、many、多くの、他の、other、他の、他にも多くのって行けばいいね。他にも多くの、でファミリア、馴染みのある単語とか、これみんな重要です。分からなかったらちゃんと確認して書き出しておきましょう。他にも多くのファミリア、馴染みのある顔がフェイシーズ、アットディスアーケード、この商店街には他にも多くの馴染みのある顔がありました。アーケードが、こうか。で、like が、例えば何々のように。この like は前日の like、何々のように。like the、 この商店街の店の一つってことで the がつきますよ。グリーン、はい、グリーンだから何のことかな。グリーングローサー。これね、八百屋さんのこと。八百屋さん。で、the baker。これわかるね、パン屋さん。で、and the、カフェオーナー。カフェはね、喫茶店でいいだろうね。もしかするとね、小さな食堂とかにもカフェ使うんで、そういう方な意味かもしれないけど、まあ、それほど違っても問題じゃないんで、好きな方で取っていいです。で、メイビー。うん、だこういう人だと馴染みがあったんで、このこっちは、美術部のこっちは。メイビー、おそらく、彼女は、シー・クル。これは時制の位置、当時にキャンできたってことで、文章を合わせて確認したらだけで、キャンって合わせればいいです。She could do、 彼女はできる。Something、 何かができる。For them、 彼らのために何かができる。おそらく彼女は何か、彼ら、その商店街の人々のために何かができるでしょうということです。で、2番が第2ランナーに対応しているので見ましょう。when、まあ、こういうね、言い方をしていくんだよね。こっちのさ、本文の方じゃ、as が普通だったじゃん。で、こっちの選択肢の方でその as を when に変えたりします。まあ、センター試験なんかもね、そういうのが多い。マリー walked along the ショッピングアーケード。マリーは、がショッピングアーケードに沿って商店街を歩いているとき、彼女は talked to the green grocer。talk to で話しかける。八百屋さんに話しかけた。話しかけてないですよね。ストップトゥイン、ストップトゥインは調べてもいいのですが、まあなんか雰囲気的にさ、さっきドロップインが出てきたでしょ、同じような意味です。こういうのもあるんだなって、まあそういうところを連想するものは大事ですね。アットザベーカリー、パン屋さんに立ち寄った、立ち寄ってませんね。で、ウェーブドトゥアンエルダリーウーマン、年配の女性に手を振った。最初に手を振ってきたのは年配の女性でしたが、確かにマリも waved back to her、 彼女に手を振り返しています。ですからこれが正解です。で、4番、tried to sell、 try to 何々しようとする、 sell some cake、 ケーキをいくつか売ろうとした、売ろうとしてないですね。ということで答えは3番です。